約束の時間に守れない人についてどう思いますか？これはね、私がその、朝起きられないタイプの人なんで、すごく気持ちが分かってしまうというか、ただまあ、その、行けない前提で、行けるかどうかはさ、分かるとは思うんだけどね。なんか、発達障害とかの場合はさ、結構その、ちょっと遅れるみたいな、あるんだよ。なんかその、この時間に行ったら早く着きすぎたなと思って、なんかしてるうち、別のことしてるうちに、あ、なんか気づいたら時間が過ぎちゃってたみたいなことが結構あるんだよね。で、そういう人をさ、その時間通りに来せる方法って実はあって、例えばその、何時に集合ねじゃなくて、何時の電車に乗ってねみたいな、そういうことをね、その、動作で指定すると結構約束を守れたりするようになりますね。そういうのはなんか、個別にこの人に守らせたいとかっていうのがあるんだったら、それはあり得ると思いますけどね。